は本日絶好調ドレミファチビクロサンド。子供たちも実に興味や好奇心を持って、隣のトトロやちゃんと夢を叶えてドラえもんも両手で弾く、正しい姿勢でちゃんと弾いてくれるようになっております。これはとっても大きな成果で、先生もとっても嬉しいです。頑張ってる良い子には先生はおやつもご褒美も全然惜しくはございません。ロンと8分の6拍子もゆっくり拍くも、8分の6拍子はしっかり他の音符をゆっくり数えてみようね。ゆっくり拍くを取ればちゃんと弾けるようになるわよ、といったサポートが大切になってまいります。ロンと。Thank you.
8分の6拍子もゆっくり練習すれば必ずできるようになります。先生の的確なアドバイスを聞く、能力のある子、興味や好奇心を持って日々学ぶ、忙しい中お稽古に通ってきてくれるだけでも先生はとっても嬉しいんです。長続きできる、だんだんちゃんとこの曲を今度弾いてみる、とっても嬉しいことを言ってくれます。ちゃんと先生の絵も描いてくれ、とっても可愛いわ、可愛い絵を描いてくれる。これも本当は子どもたちの素直で何でも先生に話してくれる、純真で繊細な子どもたちの気持ちをちゃんと汲み取り、できるわね、そうそう、それでいいのよ、あら、よく今週頑張ったわね、といった声掛けがとっても大切になってくると思います。誰でも先生でもミスや間違いがあるんです。英語の皆さんもちゃんと正しい姿勢で、椅子の位置もちゃんと補助ペダルまでちゃんと使ってくれるようになってきました。簡単な曲を丁寧に弾く習慣をつけることで、どんどん次のステップにも進むことができると思っております。まず簡単なできる曲をゆっくり練習する。練習曲が難しいときはまず右手だけ弾いてみて、後から左手だけ部分練習をする。それからゆっくり両手で合わせてみることがピアノ練習の基本でございます。伴奏が難しいときは先生がちゃんとコード、伴奏をつけて一緒に連弾ができる。これもとっても楽しいお稽古の一つです。子どもたちはとっても遊びが大好きで、難しいことを簡単にできたわね。そうそう、8分の6拍子もちゃんと白鸚先生がとって、そうそう、8分の6拍子は2拍子で大きく取るのよ、といったアドバイスも大切になってきます。今日も一部分ですが、ロンドをお届けいたしました。とっても子どもたちの成長、ちゃんと両手で弾いてみる、すぐにちゃんと椅子に座って正しい姿勢で弾けるようになってきました。とっても嬉しいことです。それではまたね。毎日絶好調のドレミファ音符姫、世界三大長い川はミシシッピ、ナイル川、ヨースコだったかしら、世界三大ご当地クイズに世界の首都クイズ、そうそう、トルコはアンカラ、オーストリアはウィーン、そうそう、イタリアはローマの休日、スペインといえばバルセロナ、オーノー、メキシコといえばメキシコシティ、アルゼンチンといえばブエノスアイレス、ためになるお話もしております。しゃっくりが出たら水を一気飲み、もしくは乳歯が抜けると軒下に投げる、もしくはしゃっくり出たら背中をポンポンポンと軽く叩いてあげるとちゃんと治ります。おまじないに、ちゃんと子どもたちの褒めて伸ばす、これが一番だと思っております。それではね、毎日絶好調だな、それでは。
本日綾瀬はるか松嶋菜々子がお届けいたしましたの